久保さん、終わるまでにしましょうか。この億万長者合宿シリーズのこのやりとりが終わるまで、多分その億万長者合宿に参加すると稼げるんですかというネタはね、多分ずっと引っ張ってくると思うんで、まあこれから10年、これから20年、まあ久保さんと僕が生きてれば、まあこれやりとりすると思うんで、ずっと多分言うでしょうね <laughs>。 逆を言うとその、まあ、その方からねそのかなそ、その方からお金はもらえない、まあ、その方参加してないんで、その方から参加費ももらわなかったですけど、あのそれ以上のネタは提供していただいたかなと思いますね。ずっと使い一生使えるネタですよね。<laughs> で、このシリーズも億万長者合宿っていうタイトルつけてますから。 ああなんすかねみんな他に他者に答えを求めてるんですよねだ。大事なのは、その合宿に参加して勉強する気はあるのか、行動する気はあるのか、稼ぐ気はあるのか、億万長者になりたい気はあるのかっていう、それが本質答えであって、こっちにないんですよ。僕たちが、まあ、提供できることっていうのは、そのやり方、方法だったりサポートはできるんですよね。でもやり方を教えてもやらなければ、そのやり方は教えても意味がないんですよ。意味がなくないですかだってやらないんだから。 でも意味ないことも続けてますよ。それを行動しなくなるだろうなっていうことを知っててもサポートは続けてるし僕はね。だから意味があるのかないのか分かんないですけど僕は続けます。<laughs> でもその意味がないことすら続けることによって意味を見いだせると僕は思ってるんで僕の答えはですよ。知ってるんですよ。いくらサポートしてもいくら高度なノウハウを伝えたとしてもやる人は一部なんですよ。これ知ってます。もうデータが出てるんで。 ね、このデータが裏返すことは多分ないでしょう。で知ってるけどやります。なんででしょうか言ってらっしゃい。